ソビエトスベトラナ・ボギンスカヤ個人総合チャンピオン。ゆかも団体10個人総合2回演技をしてともに10点満点。さあこの選手の表現力は素晴らしいですから、今年新しい振り付けになりましたのでゆっくりご覧いただきたいですね。場内を何とも言えぬため息に包み込みました、ソビエトスベトラナ・ボギンスカヤ。やはりこの選手の特徴ですね、体操競技だけでなく本当に何かストーリーのある踊りか何かを見ているような気がしますね。本当そうですね、はい、やはり何を言えばやはり難度的にもう少し難しいものにも挑戦してほしいと、そして最後の2回宙返りの足の開きをやめてほしいということが、まあ、注文としては言えますけれども、やはり体が大きいだけに体操の独特 の、 その大きさというのは非常に見られますね、はい、なんか体操を楽しんでやってるという、なんかそんな感じしますね。本当は苦しいんでしょうけどね、自身もそうでしょうが、はい、見てる人たちに本当にこう訴えかけるようなね、そうですね、体で訴えかけるも力があります。出ました10点満点が出ました。6人の審判のうち5人までが10点、上下カットで中4人の平均10点満点。これで団体10個人総合この種目別3回演技をして全部10点満点。